俺がもっと早く気づいてれば、そんな後悔が俺を襲う。ただ、今悩んでもしょうがない。っていうか、レミリアはどこへ行ったんだ？そう、あいつは親に捨てられていると言った。なら、行く当てもほとんどないはずだ。どこだ、どこに。そこで俺はある一つのことを思いついた。一応、レミリアさんに電話してみるか。多分、繋がらないだろうけどな。そんなことを思いながらスマホを取り出すと、一枚のメモが道に落ちた。うん？これは、俺はそのメモを拾い上げて、読んだ。そのメモは、俺が気を失う前に見つけていたメモだった。そこには、夢の中で見た試練についてが書かれていた。し、汚いなぁ。そんな愚痴をこぼしながら読み進めると、大事、と書かれている場所を発見した。そこにはこんなことが書いてあった。記憶が戻ったら、あの海に行くこと。俺はそのメモを見て思案して、一つの結論に至った。さて、あの海って言ったらあそこしかないよな。そうつぶやくと、また全速力で走り出していた。私は一人家を出た後、行く当てもなくさまよっていた。どうして家を出てきてしまったのか、それは単純な理由だった。ミトハさんに幸せに過ごしてもらうため、そして、何よりも、自分が忘れられ続けてしまうということに耐えられなかった。それだけのことだった。私はこの数日間で、ミトハさんの記憶は治るものだと考えていた。というか、治るはずだったのだ。そもそも私が調べた結果だと、夢川に行って2日間で治るはずだったのだ。だが、ミトハさんの記憶は戻らなかった。おかしい、と思い私はさらに深く調べた。その結果、治らなかった場合は一生思い出すことができないということが分かった。それが分かってからというもの、私はミトハさんのそばにいることが辛くなった。だって、自分を好きだと言ってくれたミトハさんにはもう会えないのだから。そんなことを思いながらゆっくりと歩いていくとすぐそこにあの海が広がっていた。結局この海に来ちゃうのか。そんなことを考えながら砂浜に座った。いつ来てもここの海は綺麗だ。今日だって、あの日だって。そして、何度だってあの日の約束を思い出させてくる。ずっと愛してるんじゃなかったの？バカ。軽く愚痴をこぼしたつもりだった。だが予想に反してその言葉に返事が返ってきた。ずっと、愛してるよ。その言葉を聞いて、私は驚きながら彼の方を見るのだった。久しぶりに全速力で走ったからか簡単に息が上がってしまう。軽く運動もしないとな。そんなことを自己反省しているうちに目的地へと到着した。やっぱここの海は綺麗だな。まあ、レミリアが教えてくれた場所だしな。そんなことを考えていると、遠くの方で海を見つめているレミリアがいた。ずっと愛してるんじゃなかったの？バカ。俺はその言葉を聞いて、反射的に答えを返していた。ずっと、愛してるよ。そう言うと彼女は心底驚いた様子でこちらを見てきた。どうして、ミトハさんがここに？それは、約束だったからだよ。それは、レミリアだって覚えているだろ？そう言うと、レミリアは混乱しているようだった。でも、記憶は戻らなかったんじゃ？いや、戻ってる。多分いろいろしてくれてたんだろ？ほんと、レミリアには感謝しかないよ。ありがとな。そう言うと二人の間を少しだけ沈黙が支配した。そしてレミリアが口を開いた。ごめんなさいミトハさん。勝手に家を出てしまって。でも、よかった。記憶が戻ったんだよね。ところで、どうして記憶が戻ったの？もう戻らないと思ってたんだけど。そう言われた俺は言葉を返した。多分、夢のおかげかな。最近、不思議な夢をよく見てたんだ。レミリアがさ、数日前に夢川がみたいなことを言ってたじゃない。多分そのおかげで、過去を見ることができて戻ったんだと思うよ。そして、俺は言葉を続ける。というか、謝るなら俺の方だ。絶対忘れないって言ったのに、忘れてしまった。そのせいでレミリアに悲しい思いをさせてしまった。そして俺は一泊を置いて、決意を心に秘めているのだった。でも、絶対にもう話さないから。絶対に幸せにするから。それを聞いたレミリアは少し笑っていた。そして俺に声をかけてきた。約束、思い出してるんだよね？ああ、もちろん。ならさ、もうわかってるんだよね？最後にやらなきゃいけないこと。そう、この試練にはまだ続きがあった。記憶を取り戻した後、この海でやらなきゃいけないことが、もちろんだよ。そう言うと、レミリアは嬉しそうに笑って目をつぶった。俺は、そんな彼女に顔を近づける。それは、まるで一瞬のような出来事だった。気づくと俺とレミリアは目を合わせて笑っていた。やっぱ可愛い。俺はそんな彼女を見て、改めてあの言葉を口にするのだった。ずっと、愛してる。
しばらくして、俺たちは家へと帰っていた。っていうかさ、あの試練って一体何だったんだろうね。俺はこの試練をすごく謎に感じていた。なぜなら人の記憶に封印をかけたりと、人外レベルのものが存在していた。それにやる理由もよくわからない。私もよくわからないんだけど、でも。そこで、レミリアは一呼吸置いていった。きっと、私たちの絆を深めるためのものだったんじゃないかな。まあ、実際あの頃よりも仲良くなったしな。そうでしょ。そう言うと、俺とレミリアはまた目を合わせて笑っていた。さて、記憶戻ったわけだしさ、改めてデート行かない？そうね。じゃあショッピングモールにまた行かない？いいね。今度は記憶があるからさ、もっと楽しめるだろうし。何よりも、またあの夕日が見たいわ。そうね。じゃあ早速準備しましょうか。そうして俺とレミリアの幸せは続いていく。これが姫心の海で試練を受けたおかげかなんて誰にもわからない。でも、今の俺たちには一つわかることがある。そう、それは、俺たちの未来は幸せで溢れている。ただ、それだけのことだ。